皆様おはようございます。たびくまです。私は今大阪伊丹空港に来ています。今回は ANA を利用してここ大阪から名古屋へ飛行機で向き移動します。新幹線で50分、バスでも約3時間の距離を飛行機を使うとどうなるのか。もちろん直行便はありません。乗り継ぎで向かいます。そしてその乗り継ぎ地で美味しいものを食べながら移動します。動画の途中でこのルートの詳細もお伝えしますので、皆様ぜひ最後までご覧ください。はい、では最初は大阪から名古屋とは反対方向の福岡へ向かいます。搭乗口12番から飛行機へ向かいます。階段を降りて搭乗する飛行機までは徒歩で向かいます。搭乗する機材はプロップ機のボンバルディア DHC8Q400、 小型機と言われてしまう機材ですが、全長では 32.8m、 新幹線の先頭車両よりも長さがあります。機内はタラップを使って搭乗します。シートの配列は普通席のみで22の配列です。今回のシートはエンジンの真横の 10D です。今日もスターラギャスメンバー ANA 福岡行き419便をご利用いただきありがとうございます。この便は ANA 飛行機乗務員を通りいたします。さてさて、飛行機のドアも閉まり出発です。プロップ機はエンジンスタートが分かりやすくていいですね。
岡空港に到着しました。ちょうど1時間くらいのフライトで10分くらい早く着きました。朝ごはんがまだなので、ちょっと空港を出て食事に行きたいと思います。向かった先は空港から約10分くらいのところにある助さんうどん。ここは24時間やっていて美味しいうどんがいただけます。そしてうどんと一緒に頼んだのがぼた餅。ここはぼた餅も美味しいです。はい、今助さんうどんで朝ごはんでうどんを食べて、また福岡空港に戻ってます。で、今回この動画の企画というか趣旨がですね、大阪から夕方名古屋に行くわけなんですけれども、それまで特典航空券、このユナイテッドのマイルで発券した、航空券で、ただ大阪から名古屋に行くのも飛行機で使ってみようということで、大阪からここ福岡に朝一で飛んできまして、この次は福岡からですね、宮崎空港に向かいます。で、その後宮崎から名古屋に行くっていうね、ちょっと遠回りなおかしな予定で行ってみようと思ってます。はい、こちらは福岡空港内の三日月のクロワッサン。 JAL のラウンジでも提供されていて、お土産にも最適です。保安検査を抜けて制限エリアに入ります。次は宮崎へ向かいます。宮崎行きも飛行機までバスで向かいます。搭乗口は81番、バス搭乗は1階降りてカウンターを抜けます。バルディア Q400 です。皆様、今日も ORC オリエンタリアブリッジ宮崎行き67便をご利用いただきましてありがとうございます。この便は ORC と ANA のコードシェア便でございます。またこの飛行機は ORC の乗務員で運行いたします。今日の飛行時間は35分を予定しております。座席では常にシートベルトをお締めください。皆様、ただいまから非常用設備をご案内いたします。皆様の座席の下にあります頭からかぶり、両側の金具を留め金にかけて締めてください。
から着陸なのですが、この日は海側から侵入していますが、どうも高度が高いんですよね。そう思っていたら空港を通り過ぎて宮崎市街地を見ながら大淀川の上を通って空港の山側から侵入するようです。低空で旋回しての着陸はなかなか迫力がありました。到着です。これからお昼を食べにバスで市街地まで出ようと思います。宮崎といえばチキン南蛮ということで、宮古シティの小倉金鍋へ来てみました。あまり時間がなかったのでチキン南蛮とライスをさっと食べてまた空港へ戻ります。13時15分発宮崎空港行き特急列車日輪市街や5号3番乗り場、3番乗り場でお待ちください。横際のお客様は3番乗り場、3番乗り場で今しばらくお待ちください。黄色い線の内側へ。南宮崎駅から空港までは特急料金がいらないので、そのまま来た特急列車で空港へ向かいます。ちょうどこれから乗る飛行機が着陸してきました。名古屋へ向かうのもボンバルディア DHC8-Q400 です。チェックインは最初の大阪で3区間してあるので、そのまま2階の保安検査場へ向かいます。宮崎ではお昼にチキン南蛮を食べるだけになってしまいました。はい、今回の大阪から2回乗り継ぎをして名古屋へ行くルートですが、航空券でかかった金額は税金の数百円だけでした。マイルを使った国鉄航空券を利用しました。しかも ANA のマイルではなくユナイテッド航空のマイルを使っています。そして使ったマイルは5500マイル。ユナイテッドマイルは ANA の国内線利用できて、国内線は沖縄など遠い区間を除いて5500マイルで発券することができます。しかも途中乗り継ぎもできるので、今回のように大阪から名古屋で検索をするとこんな遠回りの行程も出てくる時があります。各地をちょっとずつ回りながら目的地へ行くのも楽しいものです。さて、最後の名古屋までの搭乗機材はボンバルディア Q400 です。それでは最終区間行ってみましょう。皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。こんにちは。スターライアンスメンバー ANA 名古屋行き346便をご利用いただきありがとうございます。皆様離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様を乗務客様はお子様をしっかりお待ちください。
はい、ありがとうございます。大根地点、アシス岬の約 30km の太平洋上空を順調に飛行しております。現在のところ皆様の一部国際空港の到着は時刻15時丸5分午後3時5分前後の到着を予定しております。国際空港の天気は曇り、地上気温摂氏20度となっております。到着までごゆっくりとお進めください。重ねましてご搭乗のお礼を申し上げます。ありがとうございました。目的地の中部国際空港に到着しました。フライトタイムは約1時間でした。さて今回はこの大阪から名古屋という短い区間を乗り継ぎしながら飛行機で移動するとどうなるのかというのを楽しんでみました。皆さんが少しでも旅行気分を楽しんでもらえると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント高評価をいただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。